皆さん、こんにちは。高見です。高です。いくらです。高橋です。今回は、バスケ好きなら絶対知ってる、超絶バスケが上手くて超絶イケメンで、出す動画めちゃくちゃバズってて、本当に誰もが知ってるめちゃくちゃ超有名な、めちゃくちゃDans la rue inconnue. お前こっちや。俺バスケ一切できんから。そうそう。いや、高橋さんも身長一緒ですから。そうなんですよ。高橋さんも身長一緒なんですよ。あとワンオークの高橋さんも一緒ですから。はい。160。はい、ということで。Quand t'es venu dans la rue inconnue。今回はナイスだけ。今日は、子供用のバスケットゴールで。ダンクコンテスト、なんで緊張してる。そしたら YouTuber 先輩ですからね。ダンクコンテストをします。ああ、なるほど、ダンクコンテスト。はい、で、ルールなんですけど、これから二人一組に分かれて、じゃあ、いいっすか、あの、完璧ミスリーやった。床なんですか、完璧は。チーム分けをします。その後に、チームに分かれて作戦会議をして、準備ができたら一組ずつ1分以内でダンクを披露し、審査員にどのチームのダンクが一番心に響いたかを上げて審査してもらいます。はい、どんどん顔赤くなってる。写真持ってくださいよ。確かに、まあ、あそこ、いや、僕、どんな形でも、とりあえず、あのチームには勝ちたいんですよ。富樫さんにはやられてるんで、なんか、そこら辺に小道具があるんですけど、1個ちょっと、やりたかったことはい、これ、ちょっと炎上するかもしれない。一番でも有利なやつ、緊張的には、全部負ける気しないです。練習いらないっす。あ、いらないっすか。はい、やっといた方がいいっすよ。案外できてないんで。先輩のハラマウンテンゴリラさんも全然最初ダメなんすよ。何もできんやん、ゴリラ飛ぶことあんまないから。ゴリラあんま飛ばない。飛んで、その勢いでちょっと飛ばすぐらい。ちょっと飛ばすぐらい。日本の宝が飛べねえ豚はただの豚なんで、飛ばしてください。日本の宝。行きます。はい、最初はグー、だけ、ぽい。うわっ、すいません。最初はグー、だけ、ぽい。はい、グー、ぽい。あ、ぽいか。それでは、青チームの挑戦、よーい、スタート。まあまあ、とりあえずこういうダンクできますよっていうのだけ。おお、めっちゃ、おお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 、
ないです。ちょっと立って立って立って、そのここ立つ、ここ立て立て、何何で首を押してみる、何え、ちょ怖い怖い、やられました、やられました、本調子出せるか分かんないです腹にやられました、今の演技、いやこれはちょっと勝ったんちゃうかな、開幕良かったっす、ともやの、あーいいでしょ、ともやの良かったっす、毎日を沸かしておきました、ありがとうございます、ほぼ協力してないから2人でやってる意味あんのか、確かにえだけど最後楽しいですね、逆に原さん、佐々木から踊ってただけっすよまあ逆にこれ見せられて何してくれるのかなっていう、確かに簡単に超えれるんで、あだからほんま怖いのは僕の首だけっす続いては黄色チームの挑戦、よーいスタート、ずっとニヤニヤしてますよほんまにできんのかダンク、あほんま普通のダンク、あくれやっぱ終わり、いや普通っすね、普通は来た、あー身長高いからや、仲いいやろな、うん、仲いいやろな、考えるよ、しょうもないダンスだったしょうもないっすね、あー全然あかんわ、え回るの、あれ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 、ちょっともっと自信持ってくださいよ、時間やばいよ、それできたすごいですよね、まだアップ、まだアップだ、頭の中でできてること具現化してくださいよ、アップ長いな、残り15秒よ、あれちょっとえよっしゃ、僕らもね、これぐらいの身長あったら全然できそうですよね、正直あるのただダンクして、光が広めてもう一回ダンクしただけですから、あ、確かにあんまないしたもんね教育的に大丈夫ですか今ゴールしたってまた触るみたいな、そうですね、そりゃそうでしょじゃあ最後やってみますか、チビーズ行きましょう、チビーズ言われてるから、そうですよね、え、一体以上すんのさあ、何してくれんだろう、それではピンクチームの挑戦、よーいスタート、おお、何そのシチュエーション来た来た来た、ノーワンツースリーフォーダーダーちゃんと、ちゃんとしてるおー、分かれた、やっぱセンター分けただけあっ
審査委員長はまあ青だったんですけど、まあ総合的にやっぱりまあトモヤさん高さが最初心をつかまれたっていうと、いやー嬉しいです。2個目の、まあ、トルネードダンクもやっぱり息が合ってて、まあ、よかったかな。いやー、っていうか、あの方が審査委員長ですね。今分かった。ピンクチームはね、ヘディングのが成功してたら間違いなかった。確かにね、すいません、やられてたんで。あれがすごい成功してるとこは見たかった。びっくりしましたよ。で、黄色はもうやっぱり2人もプロ選手なんで、ルーキーといえど、まあ、ここのペアをね、やるんだったらもっと盛り上がって、盛り上げを見せてくれたのが、もうそつなくやってくれちゃったから、刺さるやつ。独創性は良かったと思います。ダンクを拾ってダンクするっていう。だから難しかったんですけど、まあ私はこれ言いましたけど、まあ同点ということで。あ、はい、ありがとうございます。ヒッチャーとヒッチも好きなの？指すまで。こんな綺麗な体育館用意して。あ、じゃあミニバスリングのスリーポイント対決。おもろすぎる。30秒で2人がこういう場所、そうしますか、でカウントしてもらえる。それではサドンデス青チームの挑戦、よーいスタート。あっ、よしよしよし、いいよ。確かになってたよ、先に なってましたね。委員長、審査委員 長、今は時間ない。よしよしよし、なるほど。あ、オッケーです、行こう。黄色チーム、いや、ここが強いって。逆にこれ決めへんかったら、もしかしても契約切られるかもしれない。契約をかけた。サドンデス黄色チームの挑戦、よーいスタート。さあ来た、うまー。何やねん、なんか余裕が違うな。うん、なんか静か。あー、スタート。来た来た来た、あるか。じゃあ行きますか。ゴチラ行きます。それではサドンデスピンクチーム、よーいスタート。作戦的には僕でいいですか。富樫さんがまずシュート打たれる、で富樫さんが取りに行く、で僕はずっとスリーポイントにいたまま、でバックボードに当てたらすぐ帰ってくるじゃないですか。なるほど。取りに行く時間を省こうと。ほんだら、まあ、エアボールと投げミスと続いて時間を
スでサイドバックボードにただ当てるだけの映画を撮ったあのエアボールした瞬間のソータの顔が忘れられないよ。だって最後師匠あれね普通に振って決めたらスター同点、うん、あれスターやっ決めた。ね変な感じでゾーン入った何も聞こえてなかった面白い。くそー同時優勝ですか。よっしゃダメダメダメ俺もおるからな俺もおるからなやめとけやめとけ以上 Z とレイクレのコラボ企画でした。違うすみません別にこれまんまじゃなくてもいいんすよ。そうですよ。以上 Z とレイクレさんのコラボ企画ミニバスダンクコンテストでした。トモヤさんのチャンネルでも別の企画をしているので、そちらもぜひチェックしてみてください。バイバーイ。